はい、こんにちは、テーマさんにお越しいただいてちょっとドラムを叩いていただくというね、やっと、はい、これドラムね、いっぱいバスドラやらタムやらありますが、これスネアという、一番こうね重要な、僕の中ではすごくこれ重要なんだろうなと。ドラマの人みんな持ってますね。個人所有してることが多いですよね。名刺代わりに近い。あこういう人なんだみたいな。なるほど。弾き語りの人がどんなギター持ってるかっていうのに近い感じですよね。はい、ドラマーのにとっての名刺代わりというスネアドラムですね、これね。はい、でスネア、私これね見た感じとてもかっこよかったんで、買いました。でこれ見て、どっか、これパールというメーカーのビジョン、そしてメイプル、メイドイン台湾って書いてますね。ビジョンという名前のスネアなんでしょう。でメイプルってこれ何ですか。これはまあ俗に言う、まあ、カエデ、メープルシロップのメープルと一緒ですね、うん、素材です。この横の、この横の木の部分がメイプルという木でできているということですね。この横の部分なんていうんですかね。これシェルっていうところですね。シェルスネアの本体といっても、これが音色を大きく決める要素ですね、はい、このシェルがメイプルという木でできているこのドラムなんですが、スネアなんですが、例えばどんな感じの曲に向いてるよみたいなことってありますか。木の中でもいろんなこう種類があるんですけれども、まあ、メイプルは本当にスタンダード、もう一番多いのがメイプルなんじゃないかなっていうぐらいスタンダードで、ただやっぱりスネアっていうと大きく素材で分けると金属製と、あと木、たまになんか変わったものもあるんですけれども、ファイバーグラスとか、その中でもやっぱり優しい音、柔らかい明るい音が特徴ですね。でこれね、スネアもね、ここの幅が大きかったり狭かったりするのもありますが、いっぱいありますね。どういう違いがあるんですか。まあ、深さ、まあ、よく厚みっていうんですけれども、今これ持ってるのは本当にスタンダードなんです。6インチの大きさで、まあ、厚ければ厚くなるほどこう重く、音が重くなっていく、まあ、雰囲気ですけど、実際にこう音階がどうっていうのは分かんないんですけれども、やっぱり浅いければ浅いほどすぐこう叩いた後反応しやすかったり、明るい音がしたりとかしやすいですね。今これ6インチって勝手に言ったけど、多分6インチ、もうパッと見で慣れてくると分かる。まあ 0.25 刻みで結構、あ、そうなん、大きさ変わるんですけど、多分どう、まあ、大体6インチあたりです、ね、この丸のこの大きさ、これ14インチ、これ14インチ、これ慣れてくると、まあ、大体大きさは分かりやすいですね。で14インチのスネアってどういう向いているとかありますか。おそらく普通どんなバンドも14インチだとは思います。ここはあんまり、いや、いっぱいある、15インチでっかいのとか13インチとか、まあやっぱり音階が変わってきますよね。小さければ音高くなっていきますし、じゃあこれ14インチの深さが6インチのメイプル、もうポップス歌物をするにはド定番、ド定番です。なんかたまたま買ったんですよね。いや、一番最初に買うのはやっぱり普通なのがおすすめなんで、じゃあこれ僕たまたま正解っていう感じ。いや、いいですよ。もう12インチとかだったらどうしようと思います。あ、そうなんですね。あ、よかった。で、ここなんか、ここになんかこう手をこう上げたり下げたりするね、踏切みたいなのがありますが。そうですね。大事なところですね。これが壊れるともう大変です。これなんですか。これなんか聞いたことあるかもしれないですけれども、スネアのこういった一部の名称ですね。これは何をする。これこの裏面を見てもらったら分かるんですよ。金属の針金みたいなのがいっぱい、バネみたいなのが通っていて、これをこう面に押し当てたりとか、ストレーテナーを緩めたら
金属が面から離れて共鳴しなくなったり、これでまた音が全然変わるんでね、はい、重要な、他の太鼓にはない重要な木ですね。これなんですか、これ。これはスナッピー、金属。これもいろんな種類があるんですけど、実はこれ変えるとまた雰囲気が変わるんですけど、なるほど、ここもパーツが取り替えれる、素材が違ったり、銅だったりとかニッケルとかいろいろあるんですけれども、なるほど、いろいろ一本一本が確かスネアって言って、ちょっとスネアの語源がこの一本一本じゃなかったかなっていう、待って、針金がね、いっぱい束になって、これまとめて何でしたっけ？スナッピー。これでスナッピー。で、この1本。1本1本が、まあ、スネアだったと思います。まあ、嘘かもしれないだったと思うで、どんどん解説していくね。これからなんかドラム始めたいな、とりあえずスネア買ってみようかなって思う人に何かアドバイスがあれば。まあ、自分がいろいろ、まあ言うてスネアは3つ持ってるんですけれども、やっぱり最初はスタンダードなものを買った方がいいですかね。まあロックするかポップスするかで、ある程度こうどんな雰囲気の音をやりたいかで、木がいいのか金属がいいのかとか分けてもらって、その中でも木だったら、まあ、メープルとかあのバーチとか、そういった定番の素材がおすすめですかね。まあ、ロックとかだったらやっぱり、まあ、プラスとかもいいですし、まあ、普通にスチールが一番種類が多いんで、まあ、変な変わった素材を選ぶよりは定番な、手慣れた方がいいと思います。はい、ということで、14インチの深さ、あの6インチぐらいの木のやつが、まあ、ジャイポップするんだったらいいんじゃなかろうかという、はい、そういう個人的意見ですので、全然ロックでも使ってもらってもいいです ね、はい、というね、なんかの参考になるのか、ひたすらあの苦情のコメントがひたすらあの連なるのか分かりませんが、毛が素人に毛が生えたコメント意見だと思ってください、はい、どのぐらいドラムしてきたかっていうのもあの文字で出しておきますんで、ね、もう年だけなんで、はい、というところで、今回、佐藤のスネア検証という第2回トモローズ TV いかがでしたでしょうか。なんかの参考になるのか分かりませんがなるといいな、またね